そういうことやんな。おお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 ごきげんよう。ごきげんよう。さあ始まりましたゲーミングジャニーズゲーミングルーム。今回この二人でやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すいません。すいません。はじめまして。トラブの部下と申します。あ、じゃあトラブしてたんだ。よろしくお願いします。まあこう二人でねがっつりっていうのはね長いんだよな。本当に初めてで、俺もちょっと緊張しながら今日迎えました。うん、なんでだ。いやあの何回こうスケジュール来たんですよ。そうね。その時点で、うん、うわ向井くんと一緒かと思って。そんな緊張するやつじゃないよ俺は。いや緊張しますよ。そうなの。でもライブ来てくれたやんか。はい、見に行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。そういうトークも大事ですからね。はい、まあ、トリということで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ鳥のゲームですから、トリッチしちゃった今。ね。こっちこっち見て。いやでもゴイゴイスですよ。あら知ってんの俺のギャグ。いや知ってますよ俺のギャグ。あれ俺じゃないよって。あれダイアン津田さんのやつじゃない。まあまあ今日シェアしてるから。あ、そうなんですか。ゴイゴイスシェア。ゴイゴイスシェアじゃないですか。そうそうそう。ちょっと今日それ生で見たくて、ちょっといいプレイしたらちょっと。あ、そうね、やっぱ安売りらしいんかな。そうっすよね、うん、ちょっとだからそれ見るために今日楽しみで。おっ、はい、すぐすぐ差し上げちゃう。あれ出るのか出ないのかお楽しみにしてほしいなというふうに思いますけども、はい、さあこんな2人でプレイするゲームは、はい、鳥玉みんなでチキンド診断です。おお、みんな2人だけ。あら2人だけで、うん、こんなゲームか知らないんですけど、はい、やったことはないです。ない、はい、というかちょっと説明したいんですけども、よろしくお願いします。このゲームはね、度胸を試す、はい、チキンレースを題材としたミニゲームショーですね。よく聞きますよチキンレースってね、うんうんうん、あらゆるシチュエーションのギリギリのギリギリを攻めて、うん、あなたの胸の内にある気弱な気持ち、いわゆるチキン度を診断しますということで。はい、ただ振り方振っといてくれるぜ。ことさ、あ、危なかったですか今。頼むよ、ね、向井よ忘れてるよ。言わないでますかというゲームで、正直分からん。あ、前回は流星とコーチがプレイしたということで、勝ったのがコーチということで、はい、チキンドって最近弱いよね。チキンって言わないですね。怖がりか怖がりじゃないから、ね、そう、チキンっていうワードがもう なくなってる気がするよね。本当ですか。お前チキンじゃね。あ、言わないですね。言わへん言わへん、はい、パワハラになっちゃう。そうそう、最近の世の中ねやっぱ難しいから、はい、このゲームはやめます。やめます。やります。やめます。なるほど。今日だけねチキンっていうワードねちょっと使わせていただきますけども、よろしくお願いします、はい、ということで、ちょっと説明してもちょっと分かりませんので、はい、やっていきましょう。はい、じゃあこれなんかいろいろ種類があるらしいんで、やった、うん、操作方法はプレイしながら確認していきましょうということで。おい、おわい。おわ、え、何これ。かっこよ。 L と R 押せ。マジで最近ゲームほんまにしてない。本当ですか。うん、忙しいですもんね。いやーなんかね、うん、寝ちゃうね。疲れてるっすよね。そう、2人で、はい、時間内に殿を仕留めよう。はい、ということで十字をしている間隠れるみたいな。十字、ここのボタンか。一回やってみるか。はい、お願いします。どういうことチームプレイなのこれは。いやもう一人ずつですね。これ押してる間か。どういうことや。あれどういうことや。ちょっと俺らやばい。ちょっとまだちょやり方が、ね、これからこれからです。これから押せばいい、どれかをね。そうですね。0円上等食堂。0円上等食堂。時間内食材に火を通す。はい。で、How to play 少し交代する。なるほど、なるほど。押してみる一回。どういうこと？あ、どういうこと？どういうこと？操作方法が分からへん。操作方法が全く分からへん。え、俺コントローラーついてるこれ。いや、ついてます、ついてます。ついてるよな。はい。え、操作方法が全然分からへんだけど。穴を開ける直前で回転しろ。やってみましょう。これでも練習。穴を開ける直前で回転しろ。あ、分かった分かった。あ、我慢しろってことか。我慢しろってことですね、これ。じゃあ一回これさ、チュートリアル。
うん、これチュートリアル。お互い人見知りも発動してるから。そう。チュートリアル。ちょっとだけね。うん。え、これ俺が負けたってこと？そうですね。負けた気しやんもん今。俺も全然勝った気しないです。No。 はい。こういうことです、リアさん。はい。初めてでゲームするってこういうことですか。How to です。はい、じゃもう一回やろう。取り玉。え、なんか檻が壊れる直前まで耐えろ。耐えればいいね。耐えればいい。はい。檻が壊れる直前ね。檻が壊れる直前。だから我慢比べだ。ほんとチキンレースだ。はい、はい。あ、うん、まだ。うん、てか、俺どっちだ、はい、はい、うん。はい、はい。左ね。はい、はい。はい、はい。え、なんかこれ音ゲーだ。はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい、まだまだいけます。俺、ヒレ早くない？おー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 待って。あ、もうやる。ここ、あ、やったー、やったー。こういうことやんな。だから今、我慢しすぎたんや。うわー。我慢しすぎやね。男出しすぎた。こういうことや。こぼれない程度に注げ。こんなんなんです。はいはい。めちゃめちゃ好きなタイトルやな。こぼれない程度に注げ。わかりました。押してボタン押したら注ぐね。そうですね。いきますよ。うんうん。俺左で。え、器違うくない？はいはい。うん、あ、これだ。あ、え？インチキだこれ。いや、どうこれ。俺の方が、あ、でも全員ミスか。こぼれちゃったって。こぼれちゃったからもうフェアだ。そうです、フェアです。器が違うじゃん。確かに全然違かった今。そっち三角フラスコじゃん。まあでかかったっすよね、うん、今。藤山ダイブ着地しろ。ああ、なんか簡単そう。パラシュートを開く。だからギリギリまで。開かないってこと。落ちるここのギリギリまで我慢した方が勝ちってことね。うん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 、了解です。いいね、こういうシンプルなゲームいいよね。来た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 。明日地上書いてるからね。全然もう怖くない。これは。あ、そろそろ行こうか。1500。パラシュートやから。余裕いるから。ここ。ここ。すごいんちゃう今の。そうか、やっぱ開く、あれも計算してたな。そうですね。何メートルぐらいや。だから。いや、俺今700ちょうどぐらいで。700ぐらいでちょうどね。そんな知らんもん。このパラシュートの性能知らんもん。いや、ちょ、僕も分かんなかったんですけど、感覚でやったら。はぁはぁ。え、終わり？あ、あ、あ、勝った。うれしそう。ちょっとさっきより嬉しい。そうですね。さっきより嬉しい。でもちょっと理解してきました、このゲームを。これ無料のゲーム？お金いるやつ？そりゃお金取った方がいい、これ。面白い。え、これおもろいな。これ一人でやってるので、絶対いいやん、二人がいいね。二人がいいですね。何種類あんねやろ。めちゃめちゃありますよね、今。一回もかぶってる。19個。とりあえず全部やりたい。俺呼べね。戦う。戦え。ここ。何これ。弱そうやな、俺のキャラ。なるほど、戦う。あ、やべえ、しくった。いえ、あ、こういうのもあるのね。まだいけるぞ、まだいけるぞ。俺、1P4 しかないで。どうする、これ。はい。いいんじゃない真ん中。うわ、これ。やべえ。勝てないな、俺も。どうしよう。HP2 でしょ ?2 です、俺。で、次。あ、これもあった。でも、これ真ん中やれば多分勝てるんですよ、コージが。あ、間違えた。じゃあ、僕、逃げます。つか、見て選ぶ。あ、まだ残ってる。え、まだ残っている。うわぁ。あ、でも俺逃げたら勝って勝つんちゃう。だって HP6 やし。確かに俺も勝ちだよね。勝ち逃げる。でもやっぱまあ男っていう部分を試すかどうかっすよね。でも大体のテレビ番組とかもさ、もうここでやめたら100万円取れますか、うんうんうん、はい、次行きますか、1000万狙いますか、うん、みたいな。大体のテレビは行くでしょ。行きますね。これゲームじゃない、行かない。ありがとう。すごい、誰も、うん、誰も誰も文句出せない。来ましたよ、ほら、さっきの来たね、リベンジマッチ。よっしゃ、俺はトム・クルーズ。おお、日本のトム・クルーズで。日本の来た。はいはい。そうね、周りのさ人たちのも見とこ。あ、はい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 。え、切れたよ。ここや。何、大凶。あかんかったか。消えるんやな。消えますね。消えたな。消えるんだ。追い払う、はいはい、起き上がって追い払う。どういうこと。
あなるほどね、はいはい、ギリギリまで、あなるほど、はい、ゴー負けた、いや寝てるやつ怖っ、くっそー、ちょっと我慢足りんかったちゃう今、いやちょっと足りなかったっすね、あーこれ気持ちいい勝ち方やわ、あいやいやいや、あまだアホ踊りだ、最悪だ、舐められてます、アホ踊り、ゲームのルールわかる、はてなっすか、そう分かってないね、分かってないですか、うん、ちょっと久しぶりにゲーミングルーム来たけど、はい、ゲーミングルームのメンバーのちょっとスキルが下がってきてる気がする、あれ俺が下げてるってことこれ、いやてか俺まだ見えてないですからね、こういうボイスだって、あ確かに、まあ、それまだまだ俺が出し切れてないかもそうっすね、うん、だからコウジ君も来てない間にじゃ自分のレベル下がってるじゃん、してるかもお互いに、はい、でもこれマジでどんだけ我慢できるかや、いやほんとそうっす、いやマジで我慢できひねんな俺、できないですか、そうせっかちですか、俺せっかち、へえー、あれが言えん、例えば1時に待ち合わせしてるとするやん、はい、で連絡もなしに、はい、1,2 分待てへん、へえー、じゃあ連絡すればまあギリ、連絡くれたら5時間ぐらい待てる、あ結構あそこの差でかいんですね、そう連絡なかったらもう帰っちゃう、帰っちゃうんすか、帰っちゃう、それってせっかちなんですかね、違う、せっかちエピソードずれてる、あるせっかちエピソード、例えばカフェ屋さんとかで、うん、レーン待つのが嫌で外出ちゃうとか、レーンって並んでる、ああなるほどね、じゃカフェは待てへんな、待てないですよね、うん、あじゃあせっかちです、せっかち、はい、カフェ無理だわ、え、だから空いてるとこ行くもん、そうっすよね、あそもう多分それがせっかちなんですよ、じゃあ向いてないこのゲーム、ちゃんとそれを我慢しながらやるってことね、そういうことです、オッケー、ちょっとゴイゴイス出したいから、よし俺も聞きたいです、じゃあ9999っていうのがあるんですよね、そうね、それがいいんですよ、それ出たらもうじゃあもう多分出ますよね、ちょっとパーフェクト取り玉出そう、よし、うわ来たー、ガチチキンレース、もうこれはこれで落ちるやつやね、そうっすね、これ完全にこれですわ、お願いします、お待たせしました、よし来た、はいはい、あれスピード違うね、え早くない俺の方、俺が上ね、おーおーおお、上なんだ、だからメートルね、さ早くもなってるから、待って文字が読めない、落ちちゃったー、えそういうことやんな、おおうわしかも自分で出た、え、もうこれパーフェクトじゃん、ほぼすごっ、見た今自分が運転してるような感覚でブレーキ踏んでんみたいな、あ、そうなんですか、うん、え、すごっ、急になんかメートルが短くなったから急ブレーキしちゃったからね、はい、首が痛い今、あれ久々の今のゴイゴイスも聞いてて気持ちよかった、せやろ、ゴイゴイスっていいのよ、ゴイゴイスっていいのよ、来たよ、来ましたね、まあ、これリベンジマッチですよ、これ俺は多分さっき遅すぎて、そうっすね、うん、もうちょい早めに、途中で切れるからな、メートルが、大凶やだ、俺パラシュート、俺もさっき大凶でしょ、うわうわ、ということは俺だ、え、うまっ、うまっえ、うまっ、我慢我慢、もう次これ終わりですね、これで終わり、はい、飯三昧、所持金があるだけ食え、はい、目前の皿を取る、ちょっと目の前の苦手やつかもしれない、計算しなあかんやちゃうこれ、確かに、あ、俺の値段どれ、あ、これ上に、あ、オッケー、分かった、あ、そういうことね、めっちゃ金持ってる、コウジ君、時間制限ないでしょ、これ時間制限ない、え、時間制限ないから一生食えるやん、これ誰か来た、誰か来た、あ、見えへんて、邪魔やって、あ、やべ、それは知らん、どういうことか、そういうことだ、はいはいはい、あ、でも大体、あ、まじ、そういうこと、時間あってやん、あ、食べて、あかん、これ全然減ってへんわ、めっちゃ残ってる、ほら、あー、これは小食やもん、そこうわぁ、ちょっと腹立つな、今の
え、でもなんか、なんかあんま変わらんな。あれ？なんで？最後のが響いたんだ。そうなりますよね。5万ぐらい残ってたもん。すごっ。ちょっと、ああ、最後もっと生きてたら気持ちよかったな。いや、本当に、一番最初でもうピーク迎えてましたもんね。そうやな。もう一回やろう。もう一回やりましょう、うん。これちょっと楽しい。皆さんも一緒に参加した気持ちで。確かに、じゃあ、クリックしてどっちかがね、そうそうそう9900取ったらもう、そうよ前の人も、もうすぐこう、わかります。周りの人に、あ、ほんまは左手、薬指がへそ。あ、そう。今、画面やから、あ、胸にこうなってて、でもへそに、へそにやって、小指は立てるもんな。立てる、立てる。あ、そう。あ、小指立てない、これね。はい。大体こうやってやる人が多いんだけど、はいはい。こう、こう。プロだ。で、こういう配信してるときは、こうやると、やっぱ顔かぶるんで、はい、ちょっと体をこうして、この画角に収まる、対曲線。あ、すごいな。そうそう。これが、ジャスト。右上のさ、スクリーンショットあるやん。はい。あれが人差し指。あ、なるほどなるほど。があと指さすとやっぱ失礼だからちょっと外す外す。これが配信が動いてこれちょっと面白すぎる。いくよ。あ、これ氷の数違いますからね、気をつけてください。これ、あ、氷入んのか。あ、そういうことか。氷が先入ったってことか。知らなかった。うわ、これありがとう。言ってくれてありがとう。今のチームプレイだわ。これだから、チームプレイゴイゴイス。今はチームプレイゴイゴイスをやると、やって。あ、はい。やってゴイゴイス。わかりました。と、こういうこと。相方のユウスケさんの。あ、そうなんだ。これ何？爆弾を止めろ？あー、見えない。あー、早い。遅いんちゃう？うわー、すごいじゃん。あ、まだチャンスあるよ。あ、無理。え？うわ、これが来た！来たー！Next game? Yeah. Again? Yeah, yeah. Please. 楽しい？ Yes, please. Yes, yes. Enjoy. I enjoy. Exciting. Exciting? Yeah. Me too. Yeah. Okay, gotcha. Yeah. Let's go. Let's go. Yeah. Keep. Three. This one. This one! Woo! Amazing. Amazing. Oh! Ah! ありがとうございます。きたー。あら、結果出ちゃった。あ、練習練習ね。あ、今俺のが勝ってるってこと？はい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 。上が、あ、9満点出したのが1、2、3回。はいはい。で、海が2回。はい、満点で。練習で今やった回数では俺が5個を勝って、俺が3回って。俺が勝って。じゃあやっちゃう。やりますか。じゃあ本気の。よっしゃ、来た。ってなったら練習楽しみすぎやろ。確かに。もうこれはね。よし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 。あ、来た。0円。あ、これね、脱食材の値段によるね。あ、これちゃう、これか、これか。勘違いした。あ、ちゃちゃちゃ、しょ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 。あー、俺ちょっと低いかも。よし、勘違いした俺。さあ、いや、これは完全に勘違いした。あの、よしよし、寿司のやつだと思ってた。いや、俺も思いました最初。なあ、まだ分からんから。まあ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 、まず一勝ってことで。はい。あ、俺早い。はい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 。やらかした。いや、本番弱いかも。俺もすっごい飛んでたよ。鳥人間コンテストかと思った今。飛んでましたもんね。飛んでた今。よし、行きますか。え、ちょっとやばいよ今。やばいっすよ相当、うん、これ結構我慢するやつ。そうです、これ我慢するやつです。俺は羽生結弦選手。確かに、はい、早くね、こいつ。マジか。苦しい。ちょ、俺ら良くない対決してるよこれ。いや、でもまあ、勝ったんだ。いい、1回、1回目はあと1回、あと2回です。2回だね。まあ1回目勝ったんで全然全然、僕もう余裕っす、心は。あら、余裕ぶっこいちゃって
本気出しちゃう。あ、来ましたよ。リベンジマッチ。リベンジマッチ。止まるよ、ギリギリで。なんか俺さっきどこで止まったか忘れちゃったな。まあ、いっか。え、なんかスタート遅っ、そっち。遅いね。あ、これスピードもあるのか。あー、もう最悪だ。早いわ。そんな、やっけ。あ、ちょっとやばいわ。え、今のずるくないですか。いや、でもそれはさ、ゲームだから。まあ、そうっすね。ゲームだから。すいません、そうっすね。見えへんやん。あ、もう最悪だ。あえ、なんかそっちむずくない。え、むずいっす。あ、来た来たー来た。天使シズ魂シズ。ジャパニーズアニメーション。 Oh, really? Yeah. What kind of movie? My kind of movie? Mission Impossible. No. あ、好きな映画ってことね。違います。No. You know? No. You kind of... 何? For example? For example? Pardon? No, no pardon. No pardon? If I say 音鳴るんかこれ。よーし、よっしゃー、かいかいさん。ずるして負けたんやけど。よっしゃー。あ、てかこれ俺2勝しちゃった。いやでもこれはもう最後勝った人が。ね、まあそういうことですよね。そうでしょ。最後勝った人が何ポイントでしょうか。3? ね、最後勝った人が5点。はい、じゃあ来た最終勝負です。はい、さあコメントも盛り上がってきました。確かに、ありがとうございます。最後の勝負です。2回大事なんでね。Important なので、Importance、 Important、 Important、 大切ってことね。そうです、大事、大事ですね。大事ね。一緒やか、大切も大事も。大切だとまた違うんですよ。違う単語が。大切は何？ No idea。 No idea？ Yeah。 Yeah。 Let's go。 あ、来た藤山ダイブ。来たな。だから OK、650ぐらいでいけばいいんだ、絶対。でもお互いスピードちゃうから、多分。確かに。え、遅くないですか、そっち。いや、早いよ。いや、遅いか、ちょっと。うん、はい、はい。あー！頼む！空気読みすぎ？え、あれ？俺全然や。来たんじゃない？これ。あー。うわー！惜しいね。惜しいっすね。俺、ちょっと早かったんか。わからんもんやな。We can fly! We can fly! I can fly! I can fly! I can fly! We can fly! We can fly! 来た！2個のやつ勝っちゃう。はい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 。さあ、ワイルドなスピードを見せてやるぜ俺が。けい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 け。早いから、あーあああああ好きやな。意外にのタイヤがさ、グリップ性あんだよね。いや、ちゃんと止まるんすよ。そう、あの1個目のやつとは違うんですよ、パート1とは。そうやね。なんだっけ、来た。もうこれ最終勝負っすよ、ガチの。引き上げる、あの壊れるやつです。ああ、あのサメとかあれね。はい。ああ、もう、もう壊したいな。上のやつが体力バーってことですよね。うん。もう全然怖くない、まだ。彼氏がビビってる。ビビってる、二人ともビビってる。喧嘩してる。はい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 、いっぱい行きました。はい、いっぱい行きます。喧嘩してる、喧嘩してる。あー、思い出消えた。あー、思い出消えた。あー、やべー、モニター消えた。モニター消えた。うわー、
れ4ヶ月ぶりに来てやばい。モニター切れる。さあでもこれはしょうがない。こういう、え、待ってちょっと嫌なんですけど、俺が気持ちよくないです。なんかそんな、うん、なんか、まあ、仕方ないけど負けるみたいな。モニター切れたからしょうがない。じゃあ最後にもう一個その一個選ぶやつで、うん、勝敗決めましょう。そしたら、あ、ほんま？まあこれは僕の勝ちなんで。ほんまにモニター切れる。なんですかね、じゃあ。やったらほんまのチキンレースじゃない。車。車。やりますか。車でやろう。優しい。あれ？え？え？めっちゃ良くない？このトータルスコア。え？これめっちゃ良くない？あれ？え？終わりでいいやんじゃん。なんで？ちょっと待って待って待って。めっちゃ良くない？なんで？え？ちょっと待って。あれ？なんで？チキンで俺、低いで。あれ？俺、今負けた感じ出てたよね。いや、まあ負けてましたよね。でもなんかチキン度で言うと、このゲーム側からすると、俺の方が上です。よかったよ。はい、見てんだよ。あれ、なんか勝ってるやん。そんな悔しくもないかもしれない。嬉しい。勝ってる。ってやったやったー。気持ちよく終われる。いやいや、ダメですよ、勝ち逃げは。いや、もうルール聞いてた。海ルール聞いてた。2回勝ったらもう勝ちや。もう最後の勝負だ。今年いくつっすか。29。明日29。明日、お、そう、30万。おめでとうございます。ラスト28だとしても大人げないっすよそれ。でもゲームやからさ。うわ、嫌な人だー。ゲームのルール変える。俺の情けがあって。だってスマブラでもさ、はい、ストック3やったら3回死んだらもう終わりやん。まあまあ、ストック3やったよ。ゼロ。ゼロ。はい。わかる？わかりました。はい。これは、ん？あれちょっと待って。本気やったらあれか、1、2で負けてんのか。まあでも、最後 の特殊効果が5点っていうのがあったんで。確かに。わからん。こんなんで放送終わっちゃったら、向井くん、そんなもんなのって言われちゃうから。チキンレースショー。すっごいな、手のひら返し。すげえ。こんな自然に手のひら返しできる人、見たことない俺。でもこんなの気持ちよく俺、寝れない。お願いします。よろしくお願いします。よし。俺は999を、9999を目指すよ。よし。余裕だなぁ、ポーズ決める。え、向井くんって好きな食べ物、好きな食べ物あります？チンジャオロース。チンジャオロースなんだ。あーし、いやーし、遅くない？そっち遅ない？こうなって、もうここら辺でこうです。チンやめっちゃ早いぞゲーミングルームを壊すな。まあしょうがないか。負けだわ。今の作戦だもんな。くそー、遅かったねそっち。なんかさっきのとは逆でしたね。あの本番、ね、本番の時の逆バージョンでしたね。確かに。じゃあ最後このやっぱ爆弾で終わらせましょう。めちゃやるやん。ちょ、楽しい。わかる。まあでも取れ高的には、ね、取れ高的には多分な、もう3週分ぐらいいける。もう最初のオープニングで多分1周使って、そう、2、3できる。練習で1周できるから。爆弾やっちゃう？やってみます。これラストね。これ勝ち負けない。もう、あ、ないです。平和。あ、わかりました。この家をどっちも守って終わろう。わかりました。どっちが負け勝ちない。ラストです、皆さん。ラストです。チャンネルはそのままで。確かにね。いきます。満点よ。なんか気まずい。なんか俺は今負けて浩二君に煽られて終わりなのかなって思ったんですよ。いや俺もそれ。俺のプラン的には勝ってウェーイでこのエンディングを締めようと思ってる。そうですよね。
ちょっとビビってしまいました。俺のエンディングの未来は見えてないけど、はい、違う未来になっちゃって。いや、見えたよね。いや、完全に俺もそっちだなって思って。こういう結果になりました、皆さん。人生ね、やっぱうまいこと進みませんから、諦めずにちょっと毎日頑張ってほしいなっていうふうに思いますのでね。まあ、友達と2人で飲みながらとかね、勉強のちょっと合間にこういうゲームやってみたらいかがでしょうかということで、今日はね、向井と海でちょっとやらせていただきましたけどね、はい、この動画いいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録のよろしくお願いしますと、それではまた次回のよろしくお願いします。せーよー。いや、締めるまでシーズン締めるまでのスムーズさ、負けたやんか。